ジャコモ・プッチーニの三部作とは、彼の作曲した三つの一幕物、オペラ、順番に、街頭、修道・ジョアン・ジェリカ、ジャニス・キッキを一世で連続して上演するという、試みである。1918年12月14日、ニューヨークメトロポリタン歌劇場で初演された。この三作は常にこの順番で組み合わせて上演する、というのが、作曲者、プッチーニの当初の意図だったが、 今日では個別オペラが単独で、または他の作曲家の短編オペラとの組み合わせで上演されることも多い。なお、個々のオペラの作曲の経緯、あらすじ等に関しては、それぞれの個別記事を参照されたい。プッチーニがいつ頃から三部作の構想を持っていたのかに関しては、様々な説がある。プッチーニがトスカを大成功させた1900年頃、すでに彼には、 複数作の組み合わせもの、同一作家の作品、あるいは複数作家の組み合わせの構想があったと考える説がある。1904年にプッチーには、マクシム・ゴー・リー・キーの数編の作品を読んで興味を持ったらしく、同年9月に彼は、ルイージー・リカに対し、このうち3つの作品を読んで、オペラ化を検討してもらいたい旨の書簡を送っている。プッチーにはさらに、 ゴーリキー自身に題材提供を直接打診することまでも検討したらしい。しかし、この後プッチーニはアメリカを題材とした西部の娘政策に某殺され、また組み合わせるべき題材を見出せなかったこともあり、このゴーリキー三部作計画は立ち消えとなった。さらに、プッチーニの楽譜を独占的に出版していたリコルディ社総帥。 ジューリオ・リコルディがこうした組み合わせもの構想に強く反対していたことも注目に値する。ジューリオ並びにリコルディ社の懸念は複数作品の同時上演は大規模かつ高コストとならざるを得ず、結果として再演機会の減少、ひいてはリコルディ社の収益源につながるとの実際的なものだった。しかし、そのジューリオは1912年に亡くなり、 翌1913年、プッチーニがパリでリデ,ディエ・ゴルドノブ大劇、ラウ・プランドを感激した頃から、彼は再び、組み合わせ物構想を真剣に検討し始めたのだった。最終的に、プッチーニの三部作は、街頭、修道ジョアンジェリカ、ジャニス・キッキをこの順番で上演する、という形態に落ち着いた。この構成は何に由来し、 どのような意味を持つのかに関しても各説がある。劇場で成功するには、お決まりの秘訣というのがある。まずは観客に興味を持たせ、驚かせ、感動させ、そして笑わせるんだ三の体の例、プッチーニ自身が、この三部作を、イルトリティコと呼んでいたことは書簡などで、確認されている。そしてそれは、宗教絵画などで見られるいわゆる三の体のことである。 プッチーニの没後早い段階で刊行された電気は、この名称イルトリティコがトッテデルラーゴのプッチーニ邸に招かれた友人画家との雑談中に考案されたとの逸話を伝えている。それによれば、プッチーニ自身は辞書を片手に、三角形、三位一体、三脚など、三に関連した様々な言葉を並べ上げ、それに対して画家の一人が三の体を意味する。 トリティコを提案したという。プッチーニは、街頭を1916年11月、アンジェリカを1917年9月、そして、ジャンニス・キッキを1918年2月に完成した。イタリアも含めて、ヨーロッパ全土は第一次世界大戦中であり、三部作世界初演は1918年12月14日、ニューヨークメトロポリタン歌劇場にて行われることが決定した。 同年11月11日に休戦が成立したものの残存嫌いのため公開の安全が確保できないとの懸念からプッチーにはこのメットでの世界初演には参加せず翌1919 19年1月11日のローマコスタンツ劇場でのイタリア初演を監修することとなったメット初演での評価は該当は一応の満足を受けたもののベリズムオペラの焼き直しアリュートの評。 修道所アンジェリーカは各評とも失敗作、そしてジャンニス・キッキは大絶賛というものだった。イタリア書演では該当の評価は低く、アンジェリカはまずまず、そしてスキッキはここでも聴衆、評論家の双方に大絶賛された。なおアルトゥーロ・トスカニーにはローマ書演を客席から見たが該当を嫌った彼は、 同作の幕が降りたところで、他2作を待たずに退席、プッチーニの不況を買うこととなった。プッチーニ自身は、アンジェリカを3部作中でも、主役の作とみなし、偏愛していたとされているが、皮肉なことに同作が、最も早く、演奏されなくなる運命にあった。1920年6月からの、ロンドンコベントガーデン劇場での、3部作、英国初演では、2読めから、 アンジェリカが落とされ、街頭、スキッキのみの演奏となった。プッチーニは、強行に抗議したが無駄であった。こうして、三部作の解体が始まり、各作品は、それぞれ単独で、あるいは他作曲家の単幕物オペラ、例えば、カバレリアルスティカーナ、同化種といった、ベリズムオペラ、あるいはリヒャルト・シトラウス、サロメ、あるいはバレエなどとの組み合わせでの上演が増えることとなった。 女性のみでなるアンジェリカはこの場合やはり不利で演奏機会は他の2作に比べて格段に少ない。作曲者プッチーニの意図通りの3部作が受け入れられなくなった理由としてはアンジェリカが弱いと考えられたためばかりでなく3つのオペラを上演し舞台転換をすることを考えると終演までには4時間以上を要すること。 プリマドンナ急ソプラノはどうしても二人を要するので上演コストが高くつくことといった実際的な事情も大きかったと考えられる。さらにバンダなどの楽器編成がオルガンやピアノ二台などを含み大きすぎるのも原因の一つである。最近はミュンヘンのゲルトナープラッツオペラのように三部作に戻しての演奏例もある。ヨーロッパの学生オペラではジャンニスキッキだけを取り出して ヘンゼの一幕物のオペラなどと組み合わせてよく上演され、オペラ科学生の登竜門となっている。そして、細かいことのようだがここでもリコルディ社の巧みなビジネス戦略が感じられる。というのは、出版された楽譜ではどこにも三部作の字はないし、上演は組み合わせで行うべしとの指示も存在しない、あくまで三つの個別作品との扱いとなっているので、ある。 三部作相対で一つの芸術的まとまりを持つものと考えていたプッチーニにとって、この処置は不満があったようだが、各作の個別上演を可能にすることで、延べ上演回数は増加し、結果としてリコルディ社の収益は増大したのである。最近では、ドーバー出版のスコアのように三部全体をまとめた楽譜も販売されている。三作とも、ほぼ同一の三巻編成である。 ピッコロ、フルート2、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、バストロンボーン、ティンパニ、トライアングル、大太鼓、シンバル、グロッケンシュピール、チェレスタ、ハープ、ゲン部、ブ。バンダを含む微妙な楽器編成の違いについては、各項目ごとに記す。通算約2時間半ウォーリキーの作品のイタリア語。 訳は、翌1905年の書簡なので、彼は1902年間のフランス語版を読んだと考えられる。この考えに立つ代表的な分析は、モスコ・カーナー、プッチーニ、A クリティカル・バイオグラフィー、ホルムズ・マイヤー・パブリッシャーズ、1992。新曲の影響を否定する立場の代表的なものとしては、ジュリアン・バットン、プッチーニ、ヒズ・ライフ・ワークス。 ウップ、2002、ジュゼッペア・ダー・ミア・テ書館、カグイード・ナ・ロッチ・フェル・チョパニ、ジオカモ、プッチーニ・インティモ、バレキ、1926、およびヴィンセント・セリーグマン、プッチーニ・アマング・フレンズ、マクミラン、1938による。これらの書では、同雑談は、第一次世界大戦前になされたとされており、それが本当なら、プッチーニが1914年頃までには、三作で、 ひとまとまりという構想を固めていた少佐ともなるが、正確な日時、友人画家たちとは誰であったかなどは特定されていない。劇場の発表では、アンジェリカ役、ジルダ・ダ・ラ・リッツァの発声部長のためとのことだったが、彼女はその後も、スキッキラ・ウレッタ役を歌っている。アメリカのピアニストであったイバミカ・ショフが、三部作幻想と題した名場面のメドレーを、ピアノ独奏用に編曲している。 出版はペータース。脱行日はミカショフの死の2年前だった。ありがとうございます。